皆様こんにちは。株式会社サンウィークチャンネルです。本日はですね、静岡県磐田市のララポートの中にあるね、しゃぶさいさんにお邪魔しております。もうここもね、すごくね、美味しいと聞いたのでね、専務と一緒にね、たくさんね、食べていきたいと思います。それじゃあ、食べていくよ。あ、選べるんです。はい、一番いいコースでお願いしたいです。一番いいコースは、国産です。これがあるみたいですね、メニューがですね、はい、それを2つ、はい、と別料金でデザート、ドリンクバーもお付けすることになります。はい、ありがとうございます。別料金でデザートとドリンクバーが付けることができるみたいです。はい、であとお出汁ですと、こちらの5種類のうちから2つお選びできますので、はい、はい、何にしますか、先生。僕はすき焼きです。すき焼きと、せっかくなんで、せっかくなんで、お出しにしていただけますか。すいません。あとすき焼きでお願いします。すいません。とかアルコールの飲み放題なんかもね、やってるみたいですね。サーロインだったり、すごいですね。あ、そうなんですか。これはサーロインも食べれるんですか。あ、入ってるんですか。ありがとうございます。すいません。それで、あの、あそこのあった料理も食べ放題ですか。そうですね、全て全部食べ放題。あ、そうなんですか。すごいですね。こちらね、ドリンクバーのメニューなんかもありますね。こちらがすごいですね。こちら肉カットするんですね、ここで。あとがですね、こちらは全部取りに来て食べ放題みたいです。唐揚げがあったり、すごいですね。こう、ピラフがあったりとかね、煮物もあります。ピザがあったり、こちらは何ですかね、そば飯ですね。あとデザートがあります。こちらはサラダなんかがありますね。 あとここにあれ、ポン酢とかごまだれがあります。こちらが野菜ですね。野菜は自分たちでこう取りに来るみたいですね。肉以外はこう、もやしがあったりとかね、鶏つくねがあったり、こう、うどんがあったりしますね。美味しそうです。スープがね、来ました。自慢のあれみたいですね、サーロインみたいですね。特別メニューね、期間限定だからね。はい、限定のサーロインです。そうですね、これがサーロインで、期間限定って言ってましたね、今専務が。あとこれが3元豚でしたっけ。4元豚、これが4元豚で、お肉もね、いっぱいね、この全種類ね、持ってきていただいたんで、ちょっと名前わかんないですけど、豚肉、牛肉、そんな感じですね。はい、じゃあ専務のね、今からね、食べていきたいと思います。いただきます。私ね、これ取ってきました。また全部茶色です。私は唐揚げ2つ。あ、唐揚げだけですか。はい、あ、入れちゃっていい。どうぞ。私サラダからちょっとね、いただきます。じゃあ、こんくらい、もう量はこんくらいでいいのかな。うん、うん、美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。ごまとポン酢です。はい、私はごまだけ。せん、ポン酢嫌いな。ポン酢ね、あんまり、うん、全部入れちゃっていいですよ、せん。やっちゃってくださいよ。やっちゃってください。そんなおしゃれに行かなくて。いますよ。あ、豚と牛と牛だ。このサーロインのね、やっぱりね、このサーロインが今期間限定みたいなので、ね、このね、やっぱね、男2人なんでね、豪快に行かないとね。あるだす。じゃあこんなの入れてもらっていいですか。すいません。はい、すいません。で、ちょっとポン酢でいただきますね、ポン酢で、うん、言葉が出ない、うますぎて。本当、うん、言葉が出ない。美味しいね。美味しい。俺無限、無限、無限でいける。この間もそうだけど、無限って言って全然無限じゃないじゃん。厚い肉より薄い肉の方が好き。なんか厚切り牛タンとかもあるじゃん、うん、これ厚切りよりこういう薄い肉の方がなんかね、すごくね、美味しい。やっぱすき焼き好きじゃない。すき焼き好きだよ。すき焼きやってくださいよ。はい、やります。すいません。私はちょっとピザね、向こうに置いてあってピザをね、いただきます。
き焼き。大豆麺にもめちゃめちゃ美味しい。ちょっとごまだれに入れて、卵とごまだれ混ぜても美味しいよね。あ、おっか。もうね、ここからサーロインしか頼みません。あ、これ食べてからね、食べてからね。最後これね、サーロイン、はい、サーロイン、サーロインごまでいただきます。どうすか、ナンバーワン、ナンバーワン、当然今日一、今日一、今日一、うん、ナンバーゼロあのナンバーワンよりすごいやつね。ワンを超えた、ナンバーゼロ。柔らかいしね、うん、めちゃめちゃ美味しい、本当に美味しい。サーロインももう10だね。10もらっていいですか。10、すいません、ありがとうございます。あ、うまい、あかん、ありがとうございます。すごい、10来ました。バンバンいきます。終了ちょっと入れすぎだな。ドカンといきますよ。はい、お願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。もう一回入れちゃおう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山盛りごまだれで、うん、うまそうよ、うん、いただきます。うまい、うん、すごいね、これ溶けちゃう、溶けちゃう、口の中でスーパーサーロインだからね、やばいよ。なかなか食えないですね、国産サーロイン。しゃぶしゃぶだからさ、うん、余計な脂が落ちて食べやすいよね、すごく。すごくな、うん、めちゃめちゃ美味しい。一瞬で、あ、社長ももう一瞬でなくなっちゃった。じゃあすき焼きの方ね。はい、赤いけどいっちゃいます。サーロイン10と、はい、卵2、すいません、お願いします。すき焼きだよ。私も卵に入れて、ま、うまい、これはうまいよ。セム、うどんありますよ、こっち。はい、はい、どうぞ食べます、食べます、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。ご飯行きたいですね、うん、すき焼き食べるとね、ご飯行きたくなっちゃうね、うん、まあ、味が濃くてね、うん、アクが出るってことはね、いいですね。こんだけだってね、脂肪が落ちてるってことだね。そうだね、うちらもいらないんで脂肪あ、ありがとうございます、すいません、はい、ありがとうございます。申し訳ないです、すいません。あれ、また行きますよ。はい、お願いします。ご飯をさあ、ありがとうございます。すき焼きあるあるあるんでしょ。すき焼きあるあるあるよ。だからうちは大晦日、その実家ね、うん、あの子供の頃から、うん、大晦日がすき焼きだったの。そうなの。年に1回ね。しかも豚ね、豚すき。大人になってからなんか牛になったけどね。うん、ずっと俺ら子供の頃はずっと豚好きだよ。そう、だからすき焼きは豚だと思ってた。大人になるまで。全部入れちゃいました。これね、1人前ね、結構あるんだよ、これ結構ね、多い。卵と、ボウムの音すごいな。やべ、5追加しちゃったけど、いけるかな、まあ、頑張るか。ありがとうございます。さあ、すき焼き、すごいじゃん。もう5追加したからね。すごいじゃん。私、ふりかけご飯と唐揚げ。もう肉はね、いけるようで。しゃぶしゃぶはね。あ、すごいね。しゃぶしゃぶあるある言うとね、嫁で鍛えてるからね。
ロブジョ？そう。うん。嫁がね、あのしゃぶしゃぶ行くでしょ。もうその何頼むって言うとね、うん、一番高いのって言うでしょ。うん、そんで3切れぐらい食べてね、もう私いらないって言うから、もうさ、ムカつくね。だからもう一番高いのもうさ、いつでも食べるわけよ。元からだからいっぱい食べれるってこと。そう。だから素晴らしい。肉はいけます。あとじゃあ専務に任せましょう肉は。鼻水出てきたから。もう終わりの味です。ジャンボで専務、私はドリンク。なんかさっきまでさ肉3切れだったよね。なんか4切れになってるよ。よし、行くか。全部頑張ってるの一人で。頑張ってるよ。全部頑張ってます。はい、私、デザート。ありがとうございます。デザートでよかった。強いね、肉。行くよ。やりますね。やるよ。完全に元取ったんじゃないの？ねえ。これ、もう他のは食べてない。超濃厚、超超超超超濃厚、モームスって感じ。美味しすぎる。よしよしよし、押します。無理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 、マジで無理。押します。入ってかない、入ってかない。あと5、無理無理、本当に入ってかない。セームはいけるでしょ。これ見て、ホイップって思ってたの超うまそう。何やっちゃう、これそそまみたいな。何何何何何勝手にやっちゃってんの。はい、おかわりしてみてよ。まだ食べれるよ、別腹だから。フルーツ、フルーツ、うん、フルーツ食べ放題だから。さあ、出てよ。はい、じゃあおかわりしてきます。これラストね、ラストです。あー、やばい。オッケー。さあ、ラスト。私は優雅にエスプレッソとデザートで。エスプレッソとデザート。なんかゆとりあるよね、今日。なんか余裕があるよね、社長。今日ね、もう腹パン。まあ、昨日ね、ご飯10杯やってるからね、おととい、夜。もうちょっと。頑張れ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 。汗すごい。はい、食べたよ。もう無理無理無理。今ミシって言った。肉割れ、これやばいやつ。ミシって言ったから限界やったな、今日。超限界。ごちそうでした。本日は静岡県磐田市のららぽーとの中にあるね、しゃぶさいさんにお邪魔しました。すごかったね、せんも今日の夜は。もうやばいね、見てこれ。やばいよ、本当に。でも本当このサーロインがね、本当すごく美味しかったね。もうね、噛まなくても全部ね、溶けちゃうから全部溶けちゃう感じなんで、皆さんもね、ぜひね、食べに来てみてください。本当に美味しいです。本当に美味しかった。本当に美味しいです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、みんな、バイバイ。